どこに行くの？ここくらいなら平気じゃない？冒険、そういうのも悪くないのかもね。そこ！わかるかな。どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。
メモで整理した方がいいかも。そこ！もうちょっと分かりやすい情報が欲しいな。皆さん、敵中です。そこ！やっ！はっ！連続よ！え？ちょっ！そこだ！そこ！届いて。くれ。セリさん、頼りにしてます。そこだ。そこ。セリ、頼んだよ。届いて。大丈夫ですか？無理すんな。援護するよ。くれ。そこ。そこだ。ライザー、お願いします。力を見せろ。届いて。そこ。まだまだ。手品を見せてやるぜ。決めます。無理しない。くれ。そこ。やっ、届いて。まだまだ。この辺で使える。くれ。援護するよ。そこ。どれ。レッドル。届いて。まだまだ。ライザ、お願いします。力を見せろ。そこ。ぶっ飛べ！私だけは止められない。ライザ、お願いします。力を見せろ。やっ、はぁ、届いて。問題なしよ。届いて。もっと情報を手に入れないと。これって、いやいや、そういうことじゃないか。ティアー、どこに行こうかな。よーし、行くぞ。何作っちゃおうかな。入れる場所はどこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。いい感じかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。どれもよくて悩んじゃうな。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。Thank you.
こに行こうかな。ここくらいなら平気だ。どこへ向かうつもり？推理の準備っと。ちょっと考えてみよう。これの情報は、これは、違うかな。これは、違うかな。私が知ってるのは、これの情報は、魔石って溶けるんだ。これはないかな。これは、違うかな。これはないかな。これの情報は、これはないかな。これはないかな。これは、違うかな。これはないかな。これはないかな。鑑賞用、加工用の道具かな。これはないかな。これはないかな。これの情報は、これは、違うかな。これはないかな。これの情報、これはないかな。これはないかな。これはないかな。いろいろちょっと考えてみよう。私が知ってるのは、これは、違うかな。これはないかな。これの情報、これはないかな。これの情報、そっか。難しく考えすぎてたみたい。これでちゃんとつながるかな。これは、違うかな。これはないかな。これはないかな。これはないかな。うわ、サビだらけ。少し磨けば綺麗になるかな。これ錬金術でも多分加工できないな。どういうものなんだろう。これはないかな。これはないかな。
これの情報は、これは、うん、違うかな。これはないかな。私が、これは、うん、違うかな。これは、うん、違うかな。推理開始。私が知ってるのは、これはないかな。これはないかな。これは、うん、違うかな。これの情報は、これは、うん、違うかな。これはないかな。これのちょ、これは、うん、違うかな。これはないかな。これの情報は、これは、うん、違うかな。これの情報は、よし、達成成功。まだわからないや。よし、行くぞ。ちょっとまずいな。何がまずいの？金細工コンテストのことだよ。いい加減作品作りの準備をしないとまずいんだ。え、でもデニスさん、まだ金属が。そうなんだよ。僕もいろいろ探してはいるんだけれど、珍しい鉱石なんて見つからないものだね。じゃあもういっそ作っちゃおうよ。作るって何をだい？金属をよ。錬金術で新しい金属を作っちゃえばいいんじゃない？錬金術っていうのはそんなものまで作ることができるのかい？もちろん、ないものを生み出すのが錬金術だもの。どんなに細かい作業をしても欠ける心配のない金属とか、色が変わる金属だって作れると思う。錬金術っていうのは本当にすごいな。でもそれはやめておくよ。え、なんで？僕も錬金術が生み出す金属ってのに興味はあるけど、フェアじゃないからね。採取可能な鉱石に含まれてる金属なら誰にでも使うチャンスがあると思う。それならたとえ未知の金属であっても問題ない。もともとあるものを使ってるからね。けど望むがままの金属を生み出したりしたら、それだと何でもありになってしまうだろう。そっか。あ、ごめんなさいデニスさん、私ちょっとずるいこと考えちゃってた。謝ることなんてないさ。これは僕のわがままなんだし。ライザの気持ちは本当に嬉しいよ。ありがとう。コンテストまでギリギリかもしれないけど、頑張って探してみるから。もうちょっとだけ待っててねデニスさん。ああ、期待してるよ。どこか行きてえのか？よーし、行くぞ。タオ、また何か古い本読んでるの？これはかなりの貴重品でね。
この前ようやく手に入れたんだ。フィーも興味あるのかな。これはね、大昔にこの近くにあった文明について書いてある本なんだよ。わかるかな？クリント王国よりももっともっと昔に存在した文明のことでね。タオ、そんなこと話してもフィーにはわからないと思うよ。そうかな？結構真剣に見てくれてるように思うんだけど。これはこの絵が気になるのかい？フィーは何の絵を見て興奮してるの？鳥だね。昔この辺りに生息していた鳥の絵だよ。その鳥の卵と羽化したヒナと生態の絵が描かれてるんだけど、これがどうかしたのかな。もしかして自分の仲間だと思ってるんじゃないかな。え、どういうこと？フィーも卵から生まれたから同じ卵から生まれる鳥のことを仲間だと思ってるとか？まさか、さすがにそんなことは。ないとは言えないかも。この鳥とフィーは同じじゃないけど、もし絶滅してなかったら友達になれたかもしれないね。くすぐったいよ、フィー。どこへ向かうつもり？どこに行くの？よーし。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。いい感じかも。お、いい感じかも。何入れようかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何入れようかな。どこに行くの。よし、行くぞー。
ちらの言葉がわかる。喋りこそしないが意思疎通ができて、なおかつ飛んで光る生物。ダメだ、やっぱりわからん。こんな生き物今まで見たことがねえ。お前はどんなお宝よりも価値のあるすごい生物だ。これは間違いないぜ。手に入れたくなってくるぜ。ダメだよクリフォードさん、フィーは渡さないよ。なーに、無理やり奪うような真似はしねえさ。そんなやり方は俺の流儀には合わねえ。どうだフィー、今日から俺の相棒にならねえ。意思疎通ができるとこういうこともできるんだね。まそんな簡単にいくとは思ってねえさ。だがいつか惚れられるような姿を見せてお前を相棒にしてみせるぜ。だってそうなったら考えてあげてもいいかもね。こんにちは。また来てください。こんにちは。また買ってくれよ。ねえ、どこに行くのさ。よし、鉄と油の匂いがすごいね。全く別の町に来たみたい。また買いに来て。いらっしゃい。またどうぞ。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。こんにちは。何が必要な？またいつでも。どこか行きてえのか？ここならのんびり行けそう。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。よーいしょ。綺麗な花だけど、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。てやとりゃ。木材みたいな重い素材はもう少し効率的に集める方法が欲しいね。どこに行こうかな。
よし、行くぞ。材料になるのか。錬金術ってのは不思議なもんだな。あった、これこれ。さて、どんなお宝と出会えることやら。よーいしょ。どこに行くの？よし、行くぞ。またみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。あった、これこれ。食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。錬金術見てみたいかも。